ランス・キンジーは、アメリカ合衆国で活動するカナダ出身の俳優、脚本家である。1954年、カナダのアルバータ州にあるカルガリーで生まれる。生後すぐに、アメリカ合衆国のオハイオ州へ移った後は、地元の学校へ進学した。高校卒業後は、テネシー州にあるバンダービルト大学へ進学し、演劇を専攻する。その頃から、 地元の劇場などで舞台を踏み始めるようになった。しばらくしてシカゴへ渡り即興コメディ劇団のセカンドシティに所属する。在籍中は舞台における脚本執筆などにも携わった。徐々にテレビや映画などに出演する機会を得て人気コメディ映画のポリスアカデミーシリーズに登場するプロクター警部補役で知られるようになった。同シリーズには 第2作から第6作まで出演し、第2作目と第3作目にはアートメトラーの第4作目からは G.W. ベリー演じる和役の腰銀着で間の抜けた部下を演じている。それ以外ではサミュエル・ L ・ジャクソン、エミリオ・エステベスらが出演するパロディ映画、ローデット・ウェポン1などにも顔を見せている。2014年にはフレッド・ウィラードらを主演に迎えたコメディ映画、オールスターズで、 映画監督デビューを果たし、ベネツヤ国際映画最新サイン、大象新人監督コンペティション部門にノミネートされた。セカンド式在籍時代に知り合ったナンシー・ジェイ・フィンクと結婚し、二児の父親でもある。ABCD ランス金税バイオグラフィー、IMDB ハットランス金税アワーズ、IMDB。ありがとうございます。